三菱電機と産総研 AI で製造機器の調整を大幅に効率化本日産業技術総合研究所と三菱電機が工場での生産前に必要となるファクトリーオートメーション機器の調整やプロ,プログラミングなどの生産準備作業を大幅に効率化する AI 技術を開発したと発表しましたこの AI を活用いたしますと 製造機器に対する調整が、熟練の技術者でも1週間以上かかっていたものが、1日で自動で調整ができたり、また、複雑なパラメーターの調整についても、位置決め時間を最大で20%短縮できると、また、熟練技術者に頼らない、加工品質の自動判定も実現されたと。 さらに産業ロボットの異常処理プログラムの作成時間が3分の1に削減されるとなっております。現在日本国内では人手不足が叫ばれておりますが、こういった新たな技術の開発によって、そういった人手不足がそこまで人を雇わずに解決ができるんじゃないかと思いますので、今後も産総研や 他の日本企業の皆様には、生産・製造の効率化に向けて、こういったシステムの開発を続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。